スズキ GS1300R はやぶさ、こちらのご紹介となります。モデルはね、もう現行モデルだね。しかもなんとカラーオーダーパターンという車両のご紹介となります。令和5年でね、車検もね長くついてる車両です。そしてね、カスタムポイント何点かあります。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずね、はやぶさ、このね、ヘッドランプ、縦2眼のヘッドランプが特徴となります。このモデルからですね、もうすべてね、LED 化となっております。非常にね、明るいヘッドライト、夜も安心だと思いますね。大きなね、アッパーカウル割れ、そしてね、塗装剥がれ、そういったものもございません。スクリーンですね、大型のスモークスクリーンに変更となっております。そしてですね、ミラーですね、カーボンカバーついたね、ミラーにこちらも変更となっております。そしてですね、安全装置第1ですね、ドライブレコーダー装着となっております。はい、そして、足回りフェンダーのご紹介です。はい、はやぶさといえばね、この大きなね、フロントフェンダーです。飛び石によるね、大きな塗装剥がれ、フェンダー割れ、そういったものもね、もちろんございません。はい、そしてね、足回りです。ホイールです。ボルドーのね、ホイールとなります。大きなね、ガリ傷、曲がりね、もちろんございません。ブレーキはですね、 ABS のダブルディスクとなります。もちろんですがね、サビ色、そういったものございません。キャリパーは、ブレンボ装着となります。はい、倒立フロントックですね、こちらも大きなオイルいじみ、そういったものもね、もちろんございません。はい、それではね、サイドまでカウです。はい、こちらね、ブラックとレッドのコンビネーションのカウルとなります。大きなね、カウル割れ、削れね、そういったものございません。エンジンスライダー装着でね、サイドガッチリとガードしております。はい、そしてね、フレームカバー、そしてフレームですね、こちらもね、転倒による大きな傷、削れ、そういったものももちろんございません。ステップですね、オリジナルのステップとなります。転倒によるね、大きな削れや曲がりね、そういったものもございませんね。はい、そしてね、マフラーです。はい、吉村の、ダブル出しマフラーとなります。サウンドはね、後ほどご紹介したいと思います。はい、そしてね、リア足回りですね、中、見え隠れしてますかね、インナーフェンダーがね、カーボン製のものにね、変更となっております。はい、そしてね、リアホイールです、こちらもね、フロント同様ボルドーのホイールですね。大きなガリ傷、曲がりね、基本ございません。はい、ではね、リア前です。はい、はやぶさね、極太のタイヤとなります。ヒゲ付きでね、まだまだ使えますね。はい、そしてね、フェンダーレスキットのね、リア周りもすっきり仕上がっております。LED のね、このレンズ類とね、しっかりと相まってますね。はい、そしてね、リアにもですね、ドライブレコーダー装着となります。はい、ではね、シートです。シングルシートとなりますね。はい、そしてね、メインシート、こちらね、カスタムシートとなっております。大きな破れ、ね、綺麗するところももちろんございません。はい、タンクです。はい、こちらもね、大型のタンクですがね、大きなへこみ傷ね、そういったものもちろん出ておりませんね。はい、タンク内ご紹介いたします。はい、タンク内です。もちろんですがね、サビ色出ておりません。はい、それではですね、エンジン始動いきたいと思います。メーターですね、非常に明るくて見やすいメーターとなります。ぜひ、即納で乗れるね、はやぶさ、お探しの方、お問い合わせをお待ちしております。